皆さん、こんにちは。ただいまより、同種移植、再対決移植、移植療法の変遷と治療の実際、何がどこまで治るようになったのかのセッションを開始いたします。私は司会を務めます、NPO 法人キャンサーネットジャパンの池田と申します。どうぞよろしくお願いいたします。このセッションは、ズームのウェビナーでご視聴いただきますと、ライブで、先生に質問をしていただくことが可能でございます。セッションの後半でお時間の許す限り先生にご回答いただきますので、ご質問がある方は画面下に表示されております Q&A よりご入力いただいてご質問をお寄せください。実は私も13年前に再対決移植を経験しております。ですので今日は皆さんと一緒に新しい情報、最新の情報をお伺いできるのを楽しみにしておりました。本日ご講演いただきますのは、東京大学医科学研究所血液腫瘍内科特任教授の高橋聡先生です。高橋先生のプロフィールは血液がんフォーラムのサイトをご覧ください。それでは先生、どうぞよろしくお願いいたします。池田さん、どうもご紹介ありがとうございました。池田さんが再対決移植をお受けになられたというのは、今初めて知りましてですね、びっくりしましたけれども、今日はですね、再対決移植を中心に同種移植のお話をさせていただきます。それでは、画面を共有させていただきます。今スライドショットします。これで大丈夫でしょうかね。大丈夫です。はい、どうもありがとうございます。それではお話をさせていただきます。テーマは今、池田さんからお話があった通りです。私は実は血液内科臨床をやっておりますけれども、研究部門ではですね、ここに示されている会社との共同研究契約っていうのを締結しております。さて、今日のお話ですけれども、まずは皆さん、血液がんは治るのかっていうことがまず、このフォーラムでですね、いろんなお話を聞いてらっしゃると思います。で、随分治るようになったんだなってこともよくお分かりになってると思いますけど、簡単にちょっとそういう話をさせていただきます。それ以降、またここに書いている通りお話を続けていきます。これですね、いろんな統計があるんですけれども、例えば1985年、この段階で10万人あたりにですね、大体どのぐらいの方が白血病というふうに言われているのかという、毎年の例えば統計なんですけども、10万人で大体、85年から2020年ぐらいに至るまで、大体10万人あたり7人ぐらいなんですね。これ、高齢者が増えていて、少し実数は増えている。特に高齢者では増えているんですけども、いろんな統計的な調査、調整をいたしますと、大体10万人あたり7人、いろんな白血病を合わせて、その前に。で、統計的にはですね、年齢調整死亡率というような調査、統計データが出るんですけども、例えば85年の段階で、10万人、4.5 人ぐらいの方が白血病で亡くなっているんですね。でこの数字というのは、ここで示している通り、2020年の段階で、大体3人ぐらいになっていますね。4.5 人、3人って言われても、なんかあまりパッとしませんけど、この、曲線を見ますと、確実に右肩下がりになってますね。ですから、ちょっとこれ、乱暴な数字の出し方ですけれども、7人中の 4.5 人、これ 65%、つまり、その年に、白血病と言われた人が7人いて 4.5 人亡くなってしまう 65%、 これがですね、現代が 43% という数字ですけれども、私がこのキャリア始めたのがですね、やっぱり86年なんですけれども、この時やっぱり白血病不治の病というふうにみんな思っていまして、私も思っていまして、なかなか患者さん白血病と診断ついても白血病ですよというふうに言うかどうかというのをご家族と一緒に悩んだ時代です。ただ今はもう、病気が分かった段階で白血病ですから一緒に戦っていきましょうというふうに言えるようになった時代だというふうに言えると思います。
で、まあ、治療法のこれ概略をまず最初にお伝えします。これはもうこれについても皆さんご存知だと思いますけれども、やはり抗がん剤の治療ですね、白血病、悪性リンパ腫も含めてですけど、段階導入療法、あとその後維持療法っていうのを行いますね。ただこの20年、30年でですね、分子標的療法、免疫療法、同種移植という、まあ同種移植はその30年ぐらい前からもありましたけれども、まあ、特にこの25年ぐらい前から分子標的療法、これ名前は聞くと思いますけれども、まあ、白血病のに存在する特定の分子、これ特に酵素なんですね。ある酵素が異常に働いて白血病を起こしてしまう、また進展させてしまう、そういうような酵素があるんですが、それに働くっていうタイプの分子標的療法、が数多く今開発されていますし、特にこの10年5年でですね、免疫療法はですね、まあ、以前から研究は進んでいたんですが、なかなか効く免疫療法っていうのはなかったんですが、その免疫細胞をですね、遺伝子治療のテクニックを使って技術を使って、それを利用していくという方法や、抗体を使う方法とかですね、あとは免疫チェックポイント阻害剤っていう名前は聞いたことあるかもしれませんけれども、まあ、これは実はがん血液がんだけではなく、がんでは免疫に対してそのがんによって、その免疫をブレーキ用がかけるというような記事があるんですね。このブレーキを外すというようなタイプの薬が開発されて、この免疫チェックポイント阻害剤というものも、まあ、一部の血液がんでは応用されています。まあ、そこに今、同種移植という、こういういくつか種類の治療があるんですけれども、まあ、例えばですね、若年者 AML の治療の、どういうふうにして治療計画を立てていくかという、これ、アルゴリズムって言いますけれども、まあ、若年者っていうのは、これ、どこから若年者っていう、まあ、大体60歳以下って言ってる人もいますし、まあ、65歳の、先生なんか65歳以下なんて言ったりすることもありますけど、大体そんな感じですね。まあ、ここでは大体私は60歳以下っていうふうに言ってますけども、先ほど言った化学療法で寛解導入療法をやるっていうのは大体どの方も OK になられます。それでその後のですね、治療方針をどうやって決めていくかっていうのは、さまざまな予防をですね、予測する因子っていうのがあるんですね。これで、まあ、化学療法で、もう治っていきますよっていうことが分かっている方はもちろんこれを続けていくと。これではなかなか治りきらないかもしれないっていう方の一部は、移植を行う。これはですね、寛解導入療法で寛解になっていくんですね。で、寛解にならなかった場合は、救援療法っていうふうに書いてますが、救援療法、サルベージ療法っていう、この多くはですね、やはり移植を行うということですね。で、この予後予測因子というのは、どういうふうにして決めていくかというのは、その病気の染色体の関係や、遺伝子変異なんかを調べることによって、予測をするということになります。で、じゃあ比較的それより年齢が高い方、こういう方も患者さんたくさんいらっしゃいますが、これちょっともっと複雑なように見えますけれども、大雑把に言うと化学療法も大体皆さんお受けになられるんですけれども、まず最初にご高齢ですので。体の調子っていうのはですね、皆さん結構差があるんですね。この全身状態、いわゆる元気さ加減っていうのが良い人はですね、若い人と同じような治療の選択を取っていきます。やはりいろんな病、他に合併症を持っていたりですね、なかなかこうベッドから動けないっていうような方もいらっしゃいます。そういう場合はまた別の考え方で治療するという形になっていきます。で、今日は移植の話が私は中心ですので、どのような方が移植を受けるべきなのかということについて次にお話しさせていただきます。いわゆる移植適用ということですけど、今最初にお話ししました通り、化学療法では病気を治すことが期待できないという方が、今、先ほどご説明しましたけども、その時は染色体の角形とか遺伝子変異って言いましたけども、もちろんここには年齢とかですね、先ほど出てきた全身状態、また発症様式っていうのはどういう白血病、例えば骨髄形成症候群という状況から白血病になったとかですね、突然白血病が出てきたっていうようなタイプ、そこら辺を考慮します。
また重要なのはですね、まあ、寛解導入療法どなたかもやりますって言いましたけども、その寛解導入療法をやって寛解になったとして、で寛解までに1回の化学療法だけな寛解を得られたのか、それとも何回も抗がん剤の治療を繰り返して寛解が得られたのか、こういうことをですね、まあ、因子として考えて、この化学療法だけで治るかどうかということの、予測をするわけですね。で、まあ、それで化学療法ではだけでは病気を治すことができない方はもちろん移植を考えますし、またそのどういう治療かということ、これからまたちょっとお話しさせていただきますけれども、まあ、移植については副作用がたくさんありますし、まあ、治療期間っていうのも長いっていうこと、まあ、これ病気になったばっかりの方っていうのは もちろんあまりよく知らずにですね、病気になっちゃうんですが、こういうことをしっかり理解した上でそれでも受けたいっていう希望を持つっていうことはやっぱり重要だと思います。で、それでもですね、やはりその移植系の過酷な治療ですので、これに耐えられるかというところは、まあ、そのいわゆる臓器ですね、心臓、肝臓、腎臓、肺という本当に肝心な重要な臓器、これの機能が移植に耐えられるかということは一つのポイントになりますし、まあ、実際こういうものが全部クリアできたとしても、実際に移植をするその相手というか、その細胞があるかどうかということは、やっぱり最終的に移植を受けられるかどうかということに、重要なポイントになってきます。で、いろんな移植が今もうありますけれども、どういう何を選ぶかっていうのはですね、この、いろいろこう検査をしたり、みんなで考えながら決めていくわけですけども、まず最初に大きくなるのは HLA 検査ですね。HLA の説明はちょっと今日時間がないので説明しませんけれども、人それぞれにはその型がありまして、でこれで型があった方からのをドナーとさせてするということになります。家族の中にこの HLA のあった方がいらっしゃるかどうか、ただもしこの HLA があっただけでドナーになれるかどうかというのはですね、そのドナーの方の健康状態はですね、まあ、ドナーの方はいくら家族といってもいろんな今お仕事とかですね、制約、あとは気持ちの問題っていうものも全部考慮しなくちゃいけないっていうポイントになりますね。で、実際にじゃあもし HLA があった方が、家族、まあ、例えば弟さんがあっていましたよっていう時に、じゃあその弟さんから骨髄をもらうのか、まあ、小血幹細胞をもらうのかと。これはですね、ドナーの方への負担っていうのはそれぞれまた違ったポイントがありますし、まあ、移植をした後ですね、回復のスピードとか、合併症としての GVHD がリスクがどうかっていう、そういういくつかの違いがあります。で、一方でですね、HLA があった方も家族の中にいらっしゃらない場合でも、もうこの最近は骨髄バンク、再帯血バンクがあるっていうのは、もうこれは他のセッションでも話があったんだと思うんですけども、そういう選択肢もありますし、まあ、最近はですね、HLA が一致していない方がからでも家族内のドナーとして移植をする場合があります。これハプロ一致移植って言いますけども、ハプロっていうのは HLA はこうワンセットずつお父さんお母さんからもらうんですが、そのつまり HLA のセットのうちの半分があっていれば、まあ、昔はこれ全然できなかったんですけども、新しい免疫を抑える力方法が開発されてですね、行えるようになって、これはもう欧米を中心に非常に今増えている方法ですね。まあ、そういういくつかというか何種類もありますが、まあ、今日はですね、私は再帯血移植についてのお話が中心になります。で、その移植というのはどういう治療法ですかという話に移っていきますが、今まあ、移植はですね、これも本当に病気になったばっかりの方 で移植という選択肢もありますよ。移植っていうとどうしてもやっぱり心臓移植とか腎臓移植とかそういう臓器移植のイメージがあるんですが、やっぱりこの造血細胞移植、同種移植っていうのは全くそれとは違って、手術はもちろん行います。ドナーの方は手術室に入ることもありますが、ご本人は手術室に入りませんし、で一方でですね、まあ、例えばこれ最初全処置という方、抗がん剤とか放射線を使うことによってこの悪い細胞がんをですねやっつけちゃいますけど、その時は正常の造血もなくなっちゃうわけですね。
で、ドナーからの造血幹細胞、これは今先ほど説明させていただきました骨髄末梢血幹細胞再帯血、まあ、骨髄や末梢血幹細胞にはドナーの方によっていろんなタイプがありますが、まあ、そういう移植をすべき細胞をこの日に、輸血のように点滴で入れると。で、それだけで終わるわけじゃなくて、その後に免疫反応がいろんなことが起こってきますし、ですからあらかじめ免疫抑制剤というのを使ったり、まあ、それでも GVHD という免疫反応が起こったりですね、いろんな感染症、あとは、まあ、いくら守ったとしても肺とか腎臓とか負担がかかってきますので、そういう合併症に対していろんな対応していくと。まあ、それを対応していきながら、数週間のうちにそのドナーからもらった血液由来の、白血球や血小板が増えてくると、まあ、こういう通常ですね、入院期間は数ヶ月に及びますし、まあ、退院してからもですね、その、まあ、年4にわたって病院には通っていただくかもしれない必要があります。まあ、こういう意味ではですね、この同種移植っていうのはパッケージ治療というふうに私たち言ってますけれども、いろんな要素を含んだ、でしかも長期間にわたる治療であるということは一つのポイントになると思いますね。で、再帯血移植というのは比較的、まあ、新しいといっても日本でも始まって、20年以上経っていますけれども、まあ、それぞれの特徴を骨髄と比べてですね、特徴があるわけです。再帯血移植の場合はですね、再帯血バンクにも細胞として凍結保存されていますので、必要な時に入手が可能であるっていう、これは大きなメリットだと思いますし、また慢性 GVHD のリスクが低いっていうこと、これは患者さんの QOL の改善につながっています。で、何よりも、ドナーの方にいろんな負担はかからないということですね。一方で骨髄移植の利点としてはですね、まあ、例えば再帯血から見ると、生着っていうものはより早く、しかも生着率は高いっていう、これは大きなメリットになりますし、このきちんと生着するということで、いずれにしてもそのどんな同種移植でも感染症というのはリスクがあるんですが、その感染症に対しては対応しやすいといいますか、まあ、例えば再帯血移植に比べて再帯血感染症の、まあ、治療が楽に済むということが言えるんですね。ただ一方でドナーという立場からの観点から見るとですね、これ再帯血は先ほど言った通り細胞製剤として細胞のお薬というふうに考えることもできると思います。骨髄移植の場合は生身のドナーの方がですね、まあ、骨髄の場合は全身麻酔が必要ですけども、まあ、末梢血の場合は GCS というお薬を注射しなきゃいけない、まあ、そういう、生身のドナーの方に、少し負担をかけて死ってしまうということがあります。で、まあ、再帯血バンクはですね、今全国で、公的バンクと言われるのは6つあります。で、この6つで、大体1万弱ぐらい再帯血が保存されておりまして、まあ、年間1500ぐらい移植してますけれども、1500ちょっとぐらい、最終的にはそのバンクに補充されておりますので、まあ、なかなかもうちょっとこれ増やしたいんですが、なかなか増えないのが現状でもあります。で、再帯血移植、先ほど日本では20年ぐらい前から始まったというお話しさせていただきましたが、まあ、その前に、30年ぐらい前にですね、もうすでに、アメリカのファンコニー貧血という病気のお子さんがですね、そこ、ファンコニー貧血の、まあ、権威だったグルックマン先生というパリにいらっしゃる先生のところに、患者さんと、あとはその、妹さんがですね、生まれる前にもその妹さんが、お母さんの子宮の中でですね、一例検査を排除させて知ってですね、あってから、再帯血って言いますか、その血液をですね、お腹から刺してですね、お母さんのお腹から刺して、もう調べていて、で、生まれた時にその妹さんの再帯血を取っておいて、再帯血と患者さんをパリに運んで、で、移植をしたというのが、世界の第一例ですが、まあ、日本では90年代半ばぐらいから始まっていて、1万全体で1万件を超えたのは2013年ですね。
16年ぐらいかかったかな。で、その半分、8年ぐらいで今度は2万件を超えているという、どんどん増えている状況ですね。ところが、まあ、世界的な状況を見ますとですね、トレンドっていうのは、これアメリカなんですが、この村、水色のこのちょっと低いところにあるのが最低率で、大体2010年ぐらいがピークで、まあ、現在はですね、全米で1年間に500件ぐらいやられている。ただ、これは年間の同就職の 4% に当たるということです。一番最初に行われたヨーロッパだとやっぱり2010年ぐらいがピークなんですけれども、全体の同就職の中でやっぱり 2% ぐらいということで、むしろちょっと減ってきているという状況ですね。ところが日本ではどうか。日本はですね、この、先行している骨髄バンクの移植がこの青いカラムなんですけれども、この赤いカラムで示している最低血移植は、この数年はですね、骨髄バンクの移植もちょっと増えて、むしろ多くてですね、で、2018年の段階で、日本で行われている同種移植の 36% を占めている。全然アメリカとかヨーロッパと状況が違います。で、この理由っていうのもちょっと後からお話ししますが、まあ、でも日本ではこれだけ盛んだということで経験数ももうヨーロッパよりも多いんですけれども、成績もやっぱりヨーロッパよりも多いんですね。で、それは一つ安定した結果が得られているというのはそのどんどん増えていくとその理由で、ありますし、その他にも理由があると思いますね。で、その最低血移植の特徴はですね、先ほどちょっと骨髄との比較という面でお話しさせていただきましたけれども、ちょっと少しずつポイントをですね、絞って、一言ずつ細かくお話しさせていただきます。まず最初に、バンクから入手は可能だ、簡単だと。で、最適な時期での移植が可能だと。これが移植の成績の、他の移植よりもですね、成績のアドバンテージなんですね。いい成績を得るための。まあ、これは非常に重要なポイントなんですけども、それだけではなくて、例えばこのコロナの感染症が起こる前のですね、2019年の3ヶ月の期間で、骨髄バンク、この期間では405例、採択通移植が470例、あとは家族内の HLA が一致した移植が171例、ハプル移植と言われているその、ね、最近増えてきているという移植の方、これは218例。これ、コロナの前の、例えば3ヶ月のデータだったんですね。1年経って2020年の2月ぐらいからコロナで問題になっていましたけども、骨髄バンクはやっぱりいろんな影響を受けて減ってしまいました。まあ、最低血移植はですね、むしろそれを補完しようとして頑張って増やすことができてですね、まあ、兄弟間の移植はあんまり、まあでもやっぱり少し減ってますかね。まあ、ハプロ移植は逆に、やはりその、まあ、血縁移植全体で見ると少し増えているということでしょうかね。ということで、まあ、どういう状況があっても、その保存されている再対決を使うっていうメリットは、ここにも現れているということですね。で、もう一つはですね、再対決、骨髄移植のドナーの方はですね、できるだけさっきのハプロを除いて、HLA ができるだけ合わせて、骨髄バンクの場合は特にですね、そういうドナーを探します。ところが、再対決移植の場合は、HLA の壁が低くって、少しぐらいずれていっても移植ができると。にもかかわらず、この GVHD のリスクが少ないということ、これは先ほどちょっとお話ししましたけれども、いろんな合併症を乗り越えて退院なさった方、たくさんいらっしゃいますけれども、その場合、まあ、池田さんも本当に病気になっていたかどうかというのは分からないぐらいですけれども、いわゆるこういろんな合併症、つまり GVH がきっかけになっていろんな合併症を起こすことが多いんですが、退院の後ですね、QOL が非常にいいんじゃないか、そういう印象があります。で実際問題、医科研でもですね、もう98年に再対決移植始めましたけれども、100例を超えたところで、比較をしてみましたところ、骨髄とか末梢血の移植と比べて生存率も、むしろいいんじゃないかと。まあ、基本的には変わらないというふうに、結果を出しましたが、その時にですね、一番大きく変わったのは、骨髄とか、末梢血移植に比べると、重症の GVHD を起こす方がっていうのは非常に少なくなったっていうのは、我々本当にこれを始めてからですね、大きく実感しているところです。あとはその、抗がん剤に、抗腫瘍効果っていうのが、強く出るんじゃないかと。
ということが期待されているんですが、実際問題ですね、例えば、急性骨髄性白血病の方、移植をする場合ですね、寛解で移植をした方が成績がいいというのが分かってですね。ですけども、寛解に至らない方、でもこれはもう移植をするのがやっぱり一番、その後、治癒を目指せる可能性が高いので、移植をすることが多いんですが、でも、やっぱり成績があまり良くない、生存率低いですし、その原因っていうのは、移植しても再発してしまう方が半分ぐらいいたり、あとはいろんな合併症で亡くなってしまう方もやっぱり3分の1ぐらいいたりということで、生存率はあまり改善してなかったのですが、最低血移植を我々始めてですね、いわゆる同じような簡単に至らないで移植をしている方の、生存率、再発率、あとは合併症で亡くなる方っていうのは非常に数字として改善しているということが分かりました。で、これは我々日本、インカ県や日本だけのデータではなくて、アメリカでもですね、同様のデータで、その病気がまだ寛解とは一応判定されているものの、若干残っている状況、これ MRD 陽性って言いますけれども、そういう状況で移植をやった方のですね、骨髄バンクの移植、に比べて再発率がやっぱり低い。で、それで生存率が高くなっててるっていうのは、この、アメリカの骨髄移植の聖地とも言われているシアトルの先生たちが、やはり最近報告しています。で、その高い抗腫瘍効果っていうのはあるかもしれませんね。あとは、先ほどから繰り返して言ってますけど、どなりに負担がかからないっていうこと。あとは日本で行われている一つの大きな理由はですね、アメリカなんかでは、その再対決をどうしてもお金を払わなくては手に入れられないんですね。患者さんの負担が1つ200万とか、2つ入れることもあって400万とかですね。そのぐらいかかっちゃうんですね。ただ日本ではですね、行政の方のいろんな努力で、その再対決ユニットに自体にお金を払うということが非常にないということで、これは一つ大きなメリット、アドバンテージで日本では多く使われているということですね。で、実際問題、移植の成績はどんどん改善していて、最近、これ、5年ごとにですね、患者さんを区切ってみますと、生存率は向上していますし、その生存率が向上している一つの原因っていうのは、合併症で亡くなる方が少なくなっていると。それが原因で、例えば20年前の成績に比べて、生存率は確実に向上しているということが分かっています。で、これは骨髄バンクのデータともほぼ変わらずということですね。これは、例えば一番条件のいい方、急性骨髄性白血病の第一寛解期で、骨髄バンクの移植、8分 HLA がぴったり合った骨髄移植と、例えば4年の生存率は 65% ぐらいでほとんど変わらないという成績が得られてきているというのが現状です。さて、でも、この、移植医療はこれからどういうふうにして発展していくのか、つまり我々が、移植医や研究者としてですね、どういうところを今、改善してい、こうとしているのかということについて、最後5分間ぐらいで話したいさせていただきますね、けれども、移植の成績はですね、やはりこの骨髄移植の場合は、この移植のセンター、病院側の経験数で、骨髄バンクの移植はですね、今もうほとんど差がなくなっているんです。ところが、再帯血移植の場合はですね、経験が多い移植施設の方が、もう明らかに、成績がいいっていう、つまりまだ20年経ったといっても、まだまだ全国的には経験に差があって、それが成績に結び、影響しているっていうのは、一つの問題だと思っています。で、これをですね、また私たちが、厚生労働省の判断医としてですね、今、6000とか7000ぐらいの再対決移植のデータを、学会のデータセンターからですね、共同研究として、いただきまして、このいわゆる機械学習モデル、AI を使って、これまでもですね、いろんな認証解析は行われていましたけども、果たしてどういうやり方が一番成績が良くなるのかということを、科学的に明らかにしていきたいと。でそういう、マニュアルといいますか、そういうデザインがですね、きちんと固まれば、どんな施設でもですね、成績が向上するんじゃないかということで、これはもう、あまりちょっと話し出しますと、
1日かかっちゃいますでは、今そういう研究を進めているということですね。で、もう一つはですね、例えば遺伝子の検査、遺伝子解析を、白血病と血液癌に対して行いますね。で、そこでどんな遺伝子がその原因になっているかっていうのを確認するだけではなくて、その病気のマーカーになるような遺伝子、これをですね、そういう情報を得ることができます。で、それを利用して、早期にですね、例えば移植をしても再発してしまうという人がいるんですが、その本当に再発する前に、それを、その予兆をつかむことができるんですね。そうするといろんな対応が早くできて、で、その成績全体を改善することにもつながるだろうと。で、この遺伝子解析がですね、例えば、イトテンでも、他の病院でも、研究施設でもですね、いろいろ今やられてますが、まだ、いわゆる保険収載にはなっていないんですが、そこを、その遺伝子解析だけではなくって、いわゆるそのトランスクリプトーム解析とかですね、エピゲノム解析とか、これを細胞一つ一つのレベルでいろんな、これもちょっとあまり詳しく説明できない時間がないんですが、残念なんですが、あとはその、そういう白血病の細胞がどういう薬に本当に効くのかっていうことをですね、今は経験をもとにして選んでいますが、そういうものだけではなくて、その解析結果をもとにして、最適な治療法の選択、最初にちょっとどういう治療が今ありますか、増えてきてますけども、そこの選択を、行うことができるようにしたいと。で、一方でですね、最適移植の場合は、先ほどもう成績随分改善しましたよと話しましたけれども、実は病気の移植をして早い時期はですね、最適移植の下の方なんですが、骨髄移植よりもちょっと危険なことが起こっちゃうんですね。ですから、ここで成績が少し下がっちゃう。この成績の下がりが骨髄移植と同じぐらいになってしまうと なれば、その後の予後は良くなりますので、むしろ骨髄移植よりも成績が良くなるんじゃないかと。何が問題なのかというと、白血球や血小板の回復が遅いっていうこと、またそれでによって感染症リスクが高いということ、これが問題になっておりますので、一つの解決法としましては、再帯血中にある造血幹細胞をですね、試験管の中で増やして、それで移植をしようという研究はですね、もう20年ぐらい前から世界的に進んでいって、臨床研究なんかも進んでいますが、まだなかなかそれが標準的な治療にはなっていないと。で、我々はですね、やはり日本で開発されたその増幅方法をですね、この再帯血移植に応用する。で、その造血幹細胞を増幅するだけではなくって、再帯血の免疫細胞をですね、より病原体に対しても働くようなものにしたい。で、これを、移植をするということで、より安全に生着する、より感染症にも強い再帯血ということで、バージョンアップした再帯血移植にしていこうというふうに考えています。こういう形で、いろんな方法が移植医療をですね、改善していこうということで、今、発展していっておりまして、実は来年の5月、今、コロナでいろんな学会をですね、ウェブで、今日のような形で やらざるを得ないんですけども、来年の春になったら少しコロナがもし収まっていたらですね、会場、横浜になりますが、去年までは日本造血細胞移植学会っていう名前で、もう43回行われているんですけども、今年からはですね、日本造血免疫細胞療法学会という名前に変わりましたが、この学会を開催して、こういう研究なんかの発展を、みんなで情報を共有していこうと。一般の方もですね、入ってお話に聞けるような、そういうセッションも、ちょっと考えたいとは思っていますけども、そういうことで、もしご興味ありましたら、ホームページ等で確認してください。ということで、ちょっと駆け足になりましたが、今日ですね、血液がんが治るかどうかということについては、改善してきていると。どんな人が移植を受けるべきなのかということについて、やはりまだ危険性も高いので、他の治療では治癒が期待できない方は、移植を考えるべきであろうと。どんな治療なのかということについては、ちょっと詳しく説明させていただきました。特に再帯血移植について説明させていただきました。で、今後はどういうふうにして発展していくのかということにつきましては、免疫細胞療法の導入とか遺伝子とかですね、他のタンパクの解析技術を応用するとか、AI 技術を応用するとか、そういうことを、
研究として今進められていますので、そういうことを統合していってですね、さらなる成績向上を目指しているというのが現状だと考えております。以上になりますけれども、ご清聴どうもありがとうございました。はい、高橋先生、大変分かりやすく、歴史から、あと今後の展望というところまで、ご解説いただきまして、ありがとうございました。それではですね、皆さん、先ほどもご案内いたしましたが、Q&A のところにご質問を寄せいただきますと、ご回答いただけますので、ぜひこちらにもご寄せください。まず最初にですね、事前の質問をいただいているものがいくつかございますので、そちらに回答いただきたいと思います。まず一つ目の質問です。薬での治療がメインになりつつある中、移植は血液腫瘍の治療でどのような位置づけになっているのか知りたいですということです。先生、いかがでしょうか。はい、今日ちょっとお話の中にこれは入っていると思いますが、薬もいろんな薬に、分子標的療法とか、化学療法、抗がん剤の治療ですね、あとは、免疫細胞も今、細胞製剤、薬といって考えてもいいかもしれませんので、この中でですね、移植というのは、やはり最後にちょっとまとめてお話しさせていただきましたけれども、それらの治療ではなかなか治らない。どうしてもその移植の方が副作用も強いので、それ以外の治療では治らない方は移植を受けるという、移植を考える、そういうような位置づけになっていると思います。はい、ありがとうございます。では、ちょっと次の質問いきますね。同種移植後の再発のリスクについて、何年くらい見たら安心できるのか教えてくださいというご質問いただきました。いかがでしょうか。はい、どうもありがとうございます。これはですね、残念ながらやはりその再発は移植をしても起こしてしまう方もいらっしゃるんですね。で、病気が最初に移植を受ける状況が寛解、非寛解のことも話しましたけれども、特にその病気が進んでしまってから移植をするというと、再発のリスクが高くなります。で、再発をしてしまう方っていうのはですね、大体7、8割はですね、2年以内に再発する方がいらっしゃるんですね。ただ、やはり我々はですね、5年までは非常に細かく慎重に見ていきたいというふうに考えておりまして、で、5年経ってしまうと、これ新しく、もしですね、血液の病気になったとしても、新しい病気と考えてもいいんじゃないですかっていうふうに外来ではお話しているんですが、でも本当に稀でですね、我々の病院にもですね、10年、20年経ってから病気が、同じ病気が出てきたっていう方もいらっしゃいます。でもこれは本当に稀なので、大体はやはり2年ぐらいはまずは慎重に見ていって、5年経ったら、ほぼ治ったっていう言葉を使いたいなというふうに考えているというのが、どこの医職員も考えていることだと思います。なるほど。ではまずは5年を目標にというところでしょうかね。はい、そうです。はい、ありがとうございます。ではちょっと次の質問に行きましょうか。はい、コロナ禍で骨髄バンクの提供が減っていると聞きました。再帯血移植が骨髄移植に比べて遜色なくなっているとも言われていますが、今後再帯血バンクだけで補えるようになるのでしょうか。ドナーさんの負担を考えるとその方がいいように思うのですが、というご質問です。いかがでしょうか。はい、おっしゃってる通りですね。これコロナ の状況っていうのは、先ほどちょっと移植の数でお示しいたしましたけど、実際に骨髄バンクでは苦しんでいるところがあるんですね。一生懸命バンクの方もですね、ドナーの方もですね、協力してくださってるんですけども、実際問題やっぱり社会全体にこういう影響を受ける。で、おっしゃる通り、そういう部分では再帯血移植では影響が少なく進んでいるっていう部分もあります。で、我々はですね、先駆けて再帯血移植医科研では行っているんですけれども、いろんないい点があって、今この医科研の病院ではですね、8割ぐらいは再帯血移植を選んでいます。ただですね、やはり最後の方で特に強調してお話しさせていただきましたけれども、骨髄移植に比べるとどうしても生着っていう点で少し弱い部分がありますし、その影響で感染症のリスクはやはり骨髄移植よりも高い部分があって、そこに時間がかかってしまったり、危険も伴っていたりということがありますので、
例えばですね、移植をして、まあ、病気を治すために移植をするんですが、その時にその前にあった化学療法の時に肺炎を起こしていて、その肺炎がちょっとくすぶっている方とかですね、まあ、そういうふうに感染症なんかでは、感染症のこのリスクが高い方、それでも移植を受けなくちゃいけないような方、これはですね、再帯血移植や骨髄移植をですね、考えたいなっていうのが今現状ですし、あとはですね、例えばいろんな病気でもですね、生着が起こりにをしにくいタイプの病気っていうのはですね、例えば骨髄繊維症とか、そういうタイプの病気っていうのは骨髄自体にその造血幹細胞がつきにくいような、もともとそういう病気の影響っていうのがあるので、そういう方はですね、やはりその生着にちょっと弱い部分がある再帯血ではなくて骨髄を選んだり、まあ、そういう特徴が骨髄移植、再帯血移植いろいろありますので、そういう特徴を踏まえて、この方は再帯血を選んだ方がいい、この方は骨髄移植を選んだ方がいいんじゃないかっていうのは現状です。ただ、まあ、私たちとしてはですね、再帯血のそういう弱点を補うことによって、そういうどんな状況でも再帯血を使ってもいいような、改善していけば、まあ、ドナーの方の負担もさらに減っていくんじゃないかなというふうに考えています。ありがとうございます。先生、ご講演の中にもありましたが、やはりこう施設間によってちょっと成績が異なるっていうのは、その生着するまでの管理っていうところが一番の大きな問題なんですか？そうですね、そこはやっぱり一番大きな部分だと思います。で、あとはですね、どういう再帯血を選ぶのかとかも含めてですけれども、本当に最初の部分はちょっとやっぱり危険なところを乗り越えなくてはいけないので、そういうところを、しっかり、まあ、どういう移植施設でもできるようになれば、より全国の成績は上がっていくんだろうなというふうに考えています。そうですね、まあ、なのでその最後の方にご説明いただいた、ちょっと生着を良くするような研究だったりっていうのがより進むと、まあ、再帯血移植の割合もかなり増えてきて、まあ、いくのかなっていうところでしょうかね。そうですね、はい、はい、努力したいと思ってます。ありがとうございます、はい、では、事前の質問は以上になりますので、先生一度共有を切っていただきまして、はい、今会場からもご質問いただきましたので、はい、ですね、こちらがですね、多発性骨髄腫に対しての同種移植は推奨できますでしょうかというご質問をいただきましたが、いかがでしょうか？これはですね、本当に我々の中で、例えば次の来年の学会でもですね、テーマになっているんですけども、ご存知の通り標準治療としては、いろんな今薬もできていますし、まあ、次回移植を行うということを2回行うとかですね、それが標準的な治療になっていますが、まあ、そこで同種移植はですね、もう20年以上前から、その次回移植に組み合わせて行う方法とかですね、そういう研究も行われていました。でこれまでですね、明らかに同種移植を加えることによっていい成績が得られたっていう明らかなそのエビデンスまで至ってないんですね。なのであまり増えていないんですが、ある一部の方はですね、やはりその同種移植を、まあ、これも含めてですけども、お受けになられて、とってももう20年以上お元気になられている方もいらっしゃいますし、まだまだ研究、まだそのエビデンスに至ってない、そのエビデンスを作るためにですね、我々同種移植の役割っていうのはその多発性骨髄腫の中でもあるんじゃないかと考えながら進めていきたいと思って、まだでも現状としてはそういう段階だというふうに、ご理解ください。そうですね、まだ研究という形の扱いにはなっているということで。そうですね、はい、はい、個人的な治療としてはまだ推奨されてないということになっています。はい、ありがとうございます。では、ご質問は以上になりますし、あとはちょっとそろそろお時間にもなりましたので、では先生、もうあっという間にお時間になってしまいましたが、今日たくさんの方にご視聴いただいております。ご視聴いただいている皆様に高橋先生の方から最後メッセージをいただけますでしょうか？はい、そうですね、今日も一つの大きなテーマとしましては、この血液がんっていうものは治るようになってきたと。私は本当にこれ治らない病気なので、それにチャレンジしたいということで、この世界に入りましたけれども、
実際この30年間治るようになったっていうことを実感しています。これからも今は現時点ではそういうふうな実感があるんですけれども、これからもさらに進歩していくと思いますので、今苦しんでいらっしゃる方たくさんいらっしゃると思いますけれども、希望を持ちながらですね、ぜひ、勇気を持って戦っていただきたいなというふうに考えています。はい、温かいメッセージも最後ありがとうございました。今日は高井先生にご解説いただきました。ありがとうございました。わかりました、失礼します。はい、失礼いたします。